ね、よくよく考えておいてください。あなたたちが納めた税金です。自分たちが納めた税金が政治家によってどのように使われるのか、国政のに出てるその政治家たちが一体何にどのように使ってるかということに目を光らせてほしいんですよ。あなたたちはね、みんな一生懸命ね、働いて、そして納めなさい、税金を納めなさいと言われて、はい、わかりましたと言って納めて、でもそこまでなんですよ。それじゃあね、都政も国政も変わらないんです。皆さん一人一人がね、政治に対して目を向けること、問題なのは一体何をどのように実現するかという具体的な、ね、政策なんです。そして大変残念ながらテレビメディアは参考報しか出しません。完全に偏向報道です。しかしね、唯一具体的な政策を出し、さらに財源までですね、明確に示しているのは桜井ただ一人でございます。あのね、小池百合子にしてもね、あるいは鳥越俊太郎にしても、財源これどう説明してます？絶対してないんですよ。なぜか、彼らにとって外国人問題は鬼門だからですよ。外国人問題に触れることができないんですね。私は生活保護、外国人生活保護を止めなさいと、外国人に対する社会保障費を止めること、もうこれだけでね、数百億円が日本人の手に戻ってくるんです。たったこれだけですよ。外国人生活保護を止めただけで数百億円が皆さんの手元に戻ってくるんです。外国人生活保護の問題を取り上げること、それがなぜ他の候補者にできないのか、簡単ですよね。そんなことやったら韓国人、朝鮮人にね、殺されるからですよ。そして現実問題としてね、昨日私に殺害予告が来ました。だからこれだけね、警察官がずらっと並んでるんですよ。見てください。いや、そこにいる制服警官だけじゃない、私服のね、公安警察もその辺にずらずら並んでおります。しかしね、たとえ殺されようが何しようが、私は自分の言ってることを変えるつもりは毛頭ございません。日本人のためにね、日本の政治を取り戻すんだというその意思は絶対に変わらないんです。今日はですね、この調布駅前、非常に暑いですね、さなかでございます。その中でもう駅頭すごい人だかりになっております。この暑い中ですね、耳を傾けていただきまして本当にありがとうございます。もし私の、ね、言葉が少しでもいいから皆さんの心に残ったら、ぜひそれをですね、ご家庭でお子さん、お孫さん、あるいはね、友達、そういった人たちに広げてください。今の日本、今の東京都政は明らかにおかしいんだと。もうこれはね、5日間ずっと同じことを言っております。今一番ですね、東京都でこの都知事選挙で足りないのは何か、それは情熱なんです。それは愛国心なんですよ。皆さんの心の中にある、ね、ほんのちょっとした、ね、愛国心、それを振り絞れば決して外国勢力になんか負けないんです。最後に一つだけ言わせてください。最後に一つだけです。私はね、いつもですね、思ってるんですね、いい加減にね、もうこの選挙、政治やめなきゃいけない。毎度毎度ね、政治家がぜひ一票お願いします、一票入れてください、私に一票入れてくれれば何しますかにします。で、その政治家が選挙に通ったら、あとは知らんぷり、毎回毎回このパターンでしょ。一体何回政治家に騙されれば気が済みますか。皆さん、確かにね、私は品がないと言われてます、言葉も悪いと言われてます。でもね、じゃあその品が良くて言葉がいい松江洋一が何になりました。そうでしょうよ。結局人間の根本というものは、根幹というのは、その信念以外は何者でもないんですよ。その信念が壊れてるんです。桜井の信念はこの国を愛するというこの一言に尽きます。今日はですね、調布駅にと国立大勢の方が集まっていただきました。誠にありがとうございます。
場ありがとうございました。